18歳鍵山優真、初めてのオリンピックで見せたのは未来への希望。世界に示したその才能。前回大会の銀メダリスト宇野昌磨、2大会連続のメダルは彼の新たな道しるべとなった。宇野の挑戦はまだまだ続きます。日本選手の戦いをあの町田樹がハートフル生解説。町田さんお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。ここからはフィギュア、素晴らしかったですよね。そうですね、皆さん本当によく頑張られています。はい、町田さんとフィギュアたっぷりと振り返りたいと思います。ボレロが始まりました。4回転ループ、次はサルコー、4回転サルコー、2つしっかり降りました。4回転フリップでステップアウトですね。コンビネーションにならず、トリプルアクセル、美しいアクセルです。まず前半のジャンプ4本、フラインキャメルスピン、これをシークエンス、4回転トーループ。もう1本いきます。4回転トーループ、ダブルトーループ。4回転は終えました。トリプルアクセル、シングルオイラー、シングルフリップの3連続になりました。ステップの最後までよく滑ってます。体も動いてますね。自身史上最高難度のプログラム、その難しいプログラムに果敢にこのオリンピックで挑んでいきました。2大会連続でメダルを獲得した宇野選手はいかがでしたか？はい、宇野さんは自分の限界ギリギリ、かつフィギュアスケート界から言ってもですね、世界最高レベルのジャンプ構成をよく演じ切ったと思います。彼はこの4年間、ご自身の限界を常に引き上げる努力をしてきました。まあ、4年前の平昌五輪は彼は急成長中でして、まさにイケイケドンドンの状態で銅メダルを取りました。でも選手としての進化が問われるのは、その成長曲線が緩やかになってきた時です。宇野さんもインタビューで答えられていたんですけれども、この4年間いろいろともがき苦しんできて、そういう難しいプロセスを経て掴んだ今回の銅メダルですので、本当に価値のあるメダルだと思います。これからもきっと宇野さんはですね、この経験を糧にして成長して続けてくれるのではないかと大いに期待しています。さあ、鍵山の北京オリンピック最後の演技です。グラディエーターより、4回転サルコー、余裕がありましたね。さあ、ループはどうか。4回転ループ降りました。片手はつきましたがこらえました。
回転からのコンビネーション4回転トーループ綺麗な4回転です トリプルアクセルダブルトーループステップシークエンス4回転トーループシングルオイラーダブルサルコの3連続トリプルフリップ、トリプルループ、きれいに決まりました。はい。あと一つ。トリプルアクセル、降りました。きれいなジャンプでした。ジャンプの様子は終わりました。世界に示したその才能18歳鍵山優真オリンピックの舞台でやってのけました初出場で銀メダルの鍵山選手いかがでしょうはい鍵山優真選手まさにニューヒーローの登場ですね団体戦フリーからの過密スケジュールでよくぞここまでショートプログラムとフリースケーティングクリーンに演じ切ったと驚嘆しながら見ていました鍵山さんは今回4回転ループという彼にとっては新しい大技をですねプログラムの中で成功させるなどこのオリンピック期間中もメキメキと破竹の勢いで成長し続けているんですよねそれでオリンピックの先の話をしてしまって申し訳ないんですけれども実はこのオリンピックが終わった後も来月には世界選手権大会が開かれるなどフィギュアのシーズンまだまだこれから続いていくんですよねでそこでも快進撃を見せてくれるのではないかと本当にこれからが楽しみな選手の一人です、はい、鍵山選手の演技を宇野選手とともに解説していただきました鍵山選手はご自身の演技見られましたいや見てないですあ初めてですか初めてですあ本当ですかちょっと店が多かったので、見たくないっていうか、自分の演技あんまり振り返らないあ、そうなんですね特筆すべきは高く美しいジャンプトリプルアクセルダブルトーループトリプルフリップトリプルループ綺麗に決まりましたはい、3回転の連続でしたけれども宇野選手この2個目がループの3回転というのは鍵山選手の武器だと思いますが4回転を増やさずともそこをそのセカンドでトリプルループをやることで大きな点数の向上につながるっていうのは優真君を見て僕もあの今シーズンは間に合いませんでしたけれども取り組んで来シーズン以降振り入れたいなっていうのは考えていますそして力強いステップステップシークエンス後半にもジャンプが控えているので体力を温存しなきゃいけないなというふうに思ってましたと冷静な18歳の銀メダリスト今後の活躍が楽しみです ネイサン・チェン選手真ん中に立っていますけれどもまあ圧巻の演技でしたねショートプログラムはフィギュアスケート史上最高難度の構成を見事に演じ切りましたでフリーもほぼ世界最高峰だったと思いますそういう意味ではこの4年間ネイサン・チェンがフィギュアスケートの限界というものをどん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 拡張し続けてきてくれていましたその集大成ともいえる、
演技で五輪メダリスト、金メダリストとなったことを心から祝福します、はい、そしてこちらが今日の日本チームの最新映像なんですが、宇野選手が鍵山選手を見て取り入れようと思ったと語っていた4回転トーループ、そして3回転ループ早速練習していたようなんです。町田さん、いかがでしょう。そうですね、だから彼らはもう先ほども申し上げました通り、来月世界選手権も向けて準備して、オリンピックの北京であるにもかかわらずもう来月の世界選手権を見据えているということで、まだだからぜひ五輪終わった後もですね、皆さんフィギュアスケートぜひぜひ注目し続けてください、はい、絶対面白いことになります。楽しみですが、はい、さあ今日は羽生選手は姿見せませんでしたが、明日公式会見に出席するとのことです。注目が集まりますね。